everyone, it's Hika, your English coach! 皆さんこんにちは、英語コーチのヒカです。今回はですね、日本人が知らないアメリカでのビジネス文化というテーマでお送りします。将来グローバルビジネスで働いてみたい、アメリカとかカナダで出張行っていやーうまくコミュニケーション取りたいとか、前もってですねビジネス文化、日本と違うビジネス文化を知っときたいって思ってないですか？これからですねアメリカとかカナダで出張行く場合はですね、英語だけ勉強するではダメなんですよ。ビジネスの文化も知っとかないといろんな問題が起こりますから、気をつけなければいけないです。だからアメリカとかカナダ行った時に日本と違う文化を知らなかったら何が起こるかっていうと、相手に失礼な行動を起こしちゃったりとか、悪い印象を残したりとか、コミュニケーション誤解されて結局仕事に悪影響される、こういうことがならないように注意しましょう。そこでですね、今回は日本とは違うアメリカのビジネス文化についてご紹介します。日本と違うビジネス文化を知りたいとか、もうアメリカに行った時にはもう失礼な行動をしたくないとか、ミスコミュニケーション誤解をされたくないと思っている方はぜひ最後まで見てみてください。では日本と違うアメリカやカナダのビジネス文化の5個紹介したいと思います。第1はですね、名前の呼び方が違う。日本では名字、アメリカとかカナダでは下の名前が一般なんですよ。この違いですね。そうですよね、日本では大抵誰とコミュニケーション取っても名字ですよね。伊藤さん、鈴木さん、佐藤さんですよね。アメリカでは上司だろうがお客さんだろうが同僚だろうが友達だろうが下の名前が一般なんですよ。 Hey Sam! Hey Bob! Hey Sarah! こんな感じなんですね。最初違和感あるんですけど、これが一般なんです。ただ注意点があります。いきなりですね、初対面の方で Hi Bob, nice to meet you って言っちゃうとちょっと慣れ慣れしいなって感じるリスクがありますから、最初はフォーマルで Hi, nice to meet you, Mr. Smith 名字で呼んで、相手が多分 Oh no, no, please call me Bob って言ってくれますので、そこで OK, nice to meet you Bob, please call me Taka、 こういう感じで関係が良くなってきますので、そこだけ注意してください。フォーマルから入ってだんだんキャジュアルになって信頼関係を作るっていうことですね。第2点は責任の取り方が違う。日本ではみんなで責任取りましょうっていう考えがあるんですよね。チームワークっていうか、アメリカとかカナダでは結構個人プレーが一般なので、問題が起こった時にすごく感じるんですけど、日本の場合はいやいや、まあまあまあ彼が悪いんだけど、みんな責任があるよね、これからはみんなちゃんとサポートしていきましょう、 これで納得しますよね。アメリカとかカナダでは納得しませんから、いや彼が悪いんだけどやっぱりみんな責任あるよねって言った途端、え、私にも責任あるんですか、なんでですか、関係ないですよね、彼が悪いですよねって、こういう考えがね普通なので、そこはね気をつける点ですね。だから彼が悪い、あなたは悪くない、ここははっきりするっていうのが大事です。第3、リスクの考え方が違う。日本ではすごくリスクに対して気をつけますよね。アメリカではリターンが大きければリスクはもう全然怖くないんですよ。前向きなんですね。なので日本ではバックアッププラン、万が一これがうまくいかなかった場合はこうしましょうとか、プラン B、プラン C とかも考えときますよね。でもアメリカではそうではなくて、もうこれをやろう、これやったらこれを取れるっていう考えがありますから、上司に提案するときにはこう起こった場合はこういうバックアッププランがあるとか、そういう話はあんまり興味なくて、うまくいったらこんだけのリターンがありますよ、こんないいことが起こりますよっていうとこを提案に、そこをメインにするっていうのがいいと思います。第4、謝り方が違う。日本では本当に謝るときはフェイストゥーフェイスですよね。相手のお客さんだったらお家に行くとか、法人のお客さんだったら会社まで行って申し訳ありませんでしたってちゃんと謝りますよね。アメリカではねそれはね違うんですよ。いきなり来たらすごい嫌がります。プライベートスペースっていうのがありますから、電話1本メール1本でいいんですよ。そこのちゃんとメッセージが、心がこもってれば大丈夫です。だからメールで I'm terribly sorry for the trouble that we have caused you とか、電話で I'm so sorry for the trouble that we have caused you, we hope that we can do our best、 まあこんな感じで心こもったメッセージを伝えれば、メールでも電話でも十分。いきなりオフィスとか家に行ったら怖がれますので、何この人と思われますので、それはやめましょう。気をつけてください。
5個目は時間に関する考えが違う。日本では始まる時間は非常に厳しい。ミーティングとかね、英語のレッスンもそうですけども、時間通りに始まらないとちょっとイライラするってありますよね。ただ終わる時間っていうのは結構ルースなんですよ。ミーティングとかも数分ね長引いても別に違和感はない。下手すれば30分延長したりとかしますよね、内容が重要だったら。それで終わり時間っていうのはそこまできちんとしてない。アメリカとかカナダは逆なんですよ。スタート時間っていうのはルースなんですよ。2、3分遅れてもまあ No big deal、 そんな問題ではない。でも終わる時間っていうのは結構きちんとしてるんですよ。だから勤務時間とかもう、あ、仕事が終わったって言ったらすぐ帰っても全然違和感がない。こういうことなんですね。はい、そういう違いがあります。では今回の動画の復習をしたいと思います。ただ復習の前にお知らせです。ビズメイツの公式 LINE ではビジネス英語を伸ばしたい方に向けたコンテンツを無料で配信しております。 LINE 登録したらすぐに無料特典をプレゼントしております。 LINE 限定の無料講座も定期的に開催する予定です。さらに英語力を高めたい方はぜひ概要欄から LINE 登録をお願いします。そしてこのチャンネルではビジネス英語を伸ばしたい方に向けて英語に関するコンテンツを配信しております。今後もお役立てるコンテンツを継続的に配信できるように頑張りますので、ぜひチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。はい、では今回の動画の復習をしたいと思います。今回のテーマは日本人が知らないアメリカのビジネス文化というテーマでお送りしました。で、1はもう名前の呼び方が違う。2番がもう責任の取り方が違う。3番はリスクの考え方が違う。4番は誤り方が違う。5番が時間に関する考え方が違う。今度アメリカとかカナダで出張行った時にはこの5点を注意しておいてください。今回の動画はどうでしたか？これで英語力が少しでも上がったらもう幸いです。英語学習に関するコンテンツを作っていきたいと思いますので、ぜひ見てみてください。では次の動画で会いましょう。 See you next time!